本日紹介させていただくのは佐野日奈子さん。素晴らしい方ですね。佐野日奈子さんの推定3サイズはバスト 84cm、 ウエスト 51cm、 ヒップ 83cm の推定 F カップの巨乳ちゃんです。芸能界入りのきっかけは3年生の時に受けた第37回ホリプロスカウトキャラバン2012です。惜しくもグランプリは逃したものの、将来性を買われてホリプロ所属になっています。2014年には F カップ巨乳おっぱいのランジェリー下着姿を披露したドエロいファースト写真集ひなこを発売し、一躍トップグラドルになりました。おかずエロドラマ水球ヤンキースやドラマ版デスノートに出演するなど、女優としても活躍し始めました。アラサーになった現在もグラドルとしての活動を継続しており、2021年の写真集カラーズ、2022年の写真集ビーミズミー、2023年の写真集インフィニティと3年連続でお尻の割れ目ヌードを披露してくれています。しかしグラドルとしての人気は下の世代に徐々に押され始めているようです。そのため今後は今野杏津南や三谷陽子のようにドラマや映画で乳首を出した本格ヌードへの挑戦に期待したいところです。佐野日奈の F カップおっぱいについた大きめの乳首を披露すれば、再びトップグラドルの座に返り咲くこと間違いないでしょう。ちなみにプライベートでは2016年に俳優の至極龍之介とのペアルックデート熱愛が報じられたほか、2022年には篠崎愛との 3P セックスがガーシー元議員に暴露されています。真偽は不明ですが、巨乳グラドル2人との 3P が本当ならば羨ましい限りです。これからも佐野日奈子さんの活躍を期待しましょう。